鈴木良平は、日本の俳優。兵庫県西宮市出身。ホリープロ所属。身長186センチメートル。西宮市立津門小学校高学年の頃、アニメを見て声優に憧れた。児童会長を務めていた、小学校6年の時に、1995年1月17日の、阪神・淡路大震災に遭遇する。 震災後に両平は、父親と阪神電車に乗った際に、車窓から見た神戸市内の悲惨な状況に衝撃を受け、父親から、この景色を覚えておきなさいと言われたことが、忘れられないという。その震災のために小学校の卒業式を校庭で行い、児童会長として、当人を呼んだ。西宮市立今まず中学校時代には映画を好きになり、 俳優になりたいと思うようになった。同級生の中で役者志望は珍しく、周囲に何言ってんのというような目で見られていたのでかえって負けず嫌いに火がついた。兵庫県立は市や南高等学校卒業後、東京外国語大学外国語学部入学。大学では演劇サークルに入り、サークルの同期には声優の利根健太郎 脚本家の山岡純平がいた。最初の講演時に観客に褒めてもらったり感動して泣いてもらった経験などから役者の仕事を一生の仕事にしようと決意。そこから大学生活は演劇付けになるが3年時に自分はこのままで本当に役者になれるのかと疑問を抱くように。このままではプロになれないと思い芸能事務所制作会社に 履歴書を持って回ったが50社以上に断られる。キャスティング会社も回り始め、背が高いからということで、モデル事務所を紹介してもらえることになり、友近良平の名でモデルをしていた時期もある。在学中は NHK でアルバイトしていた。2006年3月度大学欧米第一家庭英語専攻卒業。実用英語技能検定一級所有。2006年、 演技学校アクターズクリニックに所属し、塩や春の下で演技を学んだ。同年5月には、トーレとデッサント共同開発の男性用水着を PR する初代のキャンペーンボーイに選出される。トーレによると、業界史上初の水着キャンペーンボーイであるとのこと。同年7月、テレビドラマ、レガッタ、君といた永遠で俳優デビュー。 2007年12月公開の椿三十郎で映画デビュー。2010年4月3日に放送されたオールスターカーに謝の赤坂五丁目ミニマラソンでただ一人優勝したわらびの友もやを予想指摘中。金50万円を獲得した。偶然わらび屋と同じスポーツジムにいたことがあり身体能力が優れていることを知っていたとのこと。 2011年7月28日、一般女性との結婚を発表。同年11月17日、第一市女児が誕生。12月4日に開催された、サントリー1万人の第9第29回公演に、一般の合唱参加者に混じって、テノールパートにて、合唱参加。公演本番に至るまでの一連の行動が、BSTBS にて放映された。 ドキュメンタリー番組1万人の第9公式ガイド大合唱はこうして作られる。舞台裏公開にて紹介された。2012年4月よりフォックスチャンネルのフォックスバックステージパスの司会も務める。2013年6月5日に市である塩や春が他界したことを受け、翌日追悼のコメントを発表した。 2014年度上半期に放送された NHK 調の連続テレビ小説、花子とンでは、吉高由里子演じるヒロインの夫、村岡英二役を演じた。2015年10月31日に公開された映画、俺物語。では、型破りな高校生の主人公、郷田武雄役を演じた。2016年8月6日に公開された、 劇場アニメ、ルドルフといっぱいやってなで声優初挑戦。2018年、第57回 NHK 大河ドラマ、西郷ん』で、主人公の西郷隆盛を演じる。鈴木は、NHK 大河ドラマ初出演にして、主演を務める。2021年、4月期の木曜劇場、恋愛漫画家で、民放連ドラ初主演。さらに7月期の日曜劇場、 東京メール走る緊急救命室で日曜劇場初主演。主演は役名を太字表記。ありがとうございます。